を発見。逃走した帝王型崩壊獣。でも艦長頑張ってね。地獄に落ちるがいい。
急がなくては。解読完了。ブローニャちゃん、よかった。あなたも無事だったのね。メイ姉様。経験値チッププログラム起動。艦長、ケチらないでよ。たくさん使っちゃって。現地の上昇によりスキルシステムが限界に近いの。艦長、サブスキル、ここでサブスキルのアンロックや強化ができるよ。新しいバルキリーちゃんも忘れずに連れて行ってね。
にぼーっとしてるの、艦長。ドクターと艦長、アイキャラとスパイは生物に有利。今いる敵は機械タイプだから、異能タイプのバルキリー戦車がおすすめだよ。ドローネ作戦地点に到着。ファイヤー、イエーイ。ファイヤー、ファイヤー、射撃開始。照準装置失敗や、ファイヤー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 、イエーイ。目標捕捉。無条件シャッファイヤー、ファイヤー、イエーイ。ファイヤー、ファイヤー、開始。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー。目標ポス、イエーイ。ファイヤー。システム警告、強敵出現。
ボロなやつ。我の前に立ちふさがる愚か者め、粉砕してやる。ブローニャ、無双モード全開。指示を。任務完了。待機モードに移行。対応するため聖魂の力が解放。ここでバルキリーちゃんが聖魂を装備することで、それと聖魂をセットで、初めてだからアイちゃんが教えてあげたよ。そうそう、これだよ。ワンスイート。
用がなければ帰ってゲームをしてもいいで。照準装置ファイヤー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 発射ファイヤーシステム警告強敵発射ファイヤーファイヤー発射ファイヤー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 イエーイこれより期間
としてるの、艦長？ロックとアートローデッド。パスワードロック解読完了。操縦権限解放。戦闘システム起動。トロイの木馬ウイルス、いえ、崩壊エネルギーが漏出しているだけ、異常ないはず。ネゲントロピーの特殊戦闘機構解読完了。強い成功を手に入れたらすぐにレアな成功ほど潜在力も効果も優秀だよ。困った時は任務を見てみよう。